キャッチー生放送でお届けしております、はい、さあ金曜日最初のコーナーはこちら、ミニシアター in 映画マニア。ということでご案内はですね、シアタードーナツの宮島さんです。はい、おーカープの鯉のぼりを背に、はい、いいですね、決めてますね。はい、はい、シャツはカープのシャツ着てるんですね。キャッチーじゃないですよね。キャッチーじゃない、私同じチームだからもチーグセがね、はい、引き出し盛り上がってますからね。はい、ありがとうございました、はい、今日はですね、どんな映画に巡り会えるんでしょうか。 VTR どうぞ。マーミン、はい、深夜、そしてキャッチをご覧の皆さん、お元気ですか。元気です。シアタードーナツの宮島です。今回も素晴らしい映画を紹介しますので、ぜひこのコーナーしっかりチェックしてください。よろしくね。では劇場に行っちゃいましょう。レッツゴー、レッツゴー。あ、カープの宮島さん、キャップもカープだったんですね。シアタードーナツのお隣でも大きな鯉が泳いでいます。勝利の上り鯉となるかな。宮島さん、おすすめの映画何ですか。はい、お願いします。まず1本目はこちらです。燃え上がる女性記者たち。これはインドのドキュメンタリー映画なんですけれども、今回のこのドキュメンタリー映画はインドのまた少し田舎の方の話になっていくんです。ただこの映画のテーマはいわゆるジャーナリズムってなんだろう。この映画の主人公は女性記者です。女性だけで立ち上がったメディアがあるんですね。それが、カバル・ラハリア・ニュースの波という、小さなメディアを立ち上げた女性たちの物語です。この映画を見るとね、インドってこういう側面もあったのっていうのを初めて知ることになる方も少なくないと思います。本当問題山積みです。でも女性はやはりいい未来を作りたい、今の現状を変えたい、今の男社会をどうにかしたい、ここはちゃんと伝えなくちゃいけない。それをスマホを使って、動画を使っていろんなところに取材に行きます。ただ取材に行ってもなかなかうまく取材ができなかったりします、はいはいはい、それはそのスマホの使い方がまだちょっとわからないとか、あと実はちゃんと学校にも行けてないような人もいるので、まだ文字も書けないだとか、そういう人もいるんです。だからこの映画の中で語られるのは本当に教育が大事っていうことと、そしてちゃんと正しいことを伝えたいっていうことがこの映画では描かれているんですけれども、本当に勇気もらえます。ジャーナリズムって何だろう。で、今 SNS ってほとんどの人がやってると思うんだけれども、それで何を伝えるのかっていうところ、そこはね、みんながどこかでこの映画を見ると、あ、自分もそのうちの一人になり得るっていうことを考えることができると思います。下手したら人を傷つけることもあるよね、 SNS って。あります。この辺もね、学びがやっぱりないと、僕はこれからの時代っていうのはとても大切な、この一人一つメディアを持つっていうことのね、大切さと、そしてそこに希望も作りたいよね。この映画にはそれが、僕はヒントもたくさんあるし、ある種の答えもあるような、やっぱ気がするよね。もう一作品紹介してもらいましょう。この絵はいるんですか。まずタイトル、さよならホヤマ。さよならホヤマ、もうわかんないでしょ。ホヤ、ホヤって知ってる。実は僕ね、この映画に出会うまで、ホヤって何って。ホヤは、宮城県、あの辺りでよく取れる海の幸です。そのホヤを、このさよならホヤマンのタイトルのホヤって出てるんだけど、どういうことって、もうちょっとなん難しい。2人の兄弟がいます。この2人は宮城県のとある離島に住んでます。小さな島に住んでます。ただこの2人はその島から出られない状況にあります。なぜか、2人はあの 3.11 で両親を亡くされているっていうのが背景にあるんです。でこの2人はどうにか残された兄弟2人でね、お家で島で暮らしてるんだけれども、貧乏です。そんな2人に超お金持ちの女性漫画家が島に、やってきます。突然、こう札束を見せて、ちょっと君たちのお家売ってくんないって言うんですよ。はぁみたいな。この2人は、はぁ、お金欲しいけどお家は売れないな、でもお金は欲しい。さあこの2人はこの後この女性と出会った後どうなっていくんでしょうか。そして島の人たちとのこうつながりもとってもいいお話になっています。これちょっと読むよ。
島に守られて縛られた兄弟がいつかのあの波を越えていく、家族の絆は鎖だろうかっていうキャッチコピーなんですけど、これはもうね見たらね分かる。本当に何度でも言うけれども、さよならホヤマンを見た後、なんとシアタードーナツは在庫があればですけれども、ホヤを食べさせます、ドーナツじゃなくて。昨日やりました、みんな超喜んでた。ロビーがホヤの香り、磯の香りが充満してですね、これまたねお酒に合うんですね。いいですね。でもぜひこの2本、刺激的な2本です。この2本を見てみんなの未来を明るくしたいと、そういう思いでいろんな映画上映してます。ぜひシアタードーナツでこの映画もチェックしてください。予告編などホームページもございますので、シアタードーナツで検索してみてください。マーミさん、シンヤさん、そしてキャッチをご覧の皆さん、シアタードーナツでお待ちしております。またね、ここで会いましょう。はい、おー、魅力的な作品でございました。2作をね紹介していただきましたが、さよならホヤマンの出てる方、モロハというアーティスト、あのアフロさんという方で有名な方なんですが、その映像も見れるということで、シアターホヤ、シアターホヤいいですね。ドーナツじゃなくてホヤも食べるということで、はい、さあ宮寺さん、来月もお願いします。はい、以上ミニシアターイン映画マニアのコーナーでした。